Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ小屋。皆さんこんばんは。12月14日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。今夜は旧名古屋プレゼンツスベーリーナイト。あのですね、今日はねまだまだテンション低いですけどね、スベリーナイトだからね、皆さんね、あの電話をねしたいんですけど、どんどんメールでね電話番号書いて送ってください。おしゃべりしましょう。滑り王子でございます。今もう募集終わってるから。いや今からでもいいよ。そうなの。うん、はい、こんばんは。どうなるかどうなるか心配で昨日4時間しか寝られなかった味噌煮込みせいやーこれですね、ほんとね放送事故にならないかだけですけども、まあ山内さんが始末書を書いてくれるかなと思いながらや願っているダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします今夜の滑りナイトを説明いたします。今夜は特別企画になります。基本的に滑り王子マスクマンとリスナーさんと滑りクロストークです。危険または耐えられない状況になった時だけみそみきこみすきとダンサーズが入ります。今週のテーマはフリーです。滑り王子マスクマンへのクレーム激励などをお願いいたします。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里、中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上・海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、沖縄のベニーモ丸焼、元部長誠持ち店、アートワークウェブサイト、FMJG、ウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ小屋。皆さん大変長らくお待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。滑りナイトでございますよ。あのね、今日はですね、いろんなねお話をしようかなと思うんですけども、まず最初にね、あのこれね王子ちょくちょくあるんですけど、あのパンツってねお尻のとこ破れません？ずっと履きすぎてて、あのね髪の毛ペラペラになってるんだよね。そうするとね、ちょっとお尻が裂けたりね、穴が開いてたりね、する場合があるんですよね。昨日もですね、羊にね、王子、パンツ穴開いてるよって言われてね、初めて気づきましたね。そういう経験ございませんか、皆さん。ということでですね、はい、トップバッターの方がつながりましたので、あら、はい、どなたかしら。お声掛けお願いします。どうぞ、おしゃべりください。こんばんは。泉佐野の特急サザン。あら、サザンさん。お久しぶりでございます、はい。お久しぶりです。
あのね、このね、番組にちょうどね、あれ、サザンさんは、こういう電話では初めてでしたかね？違いますよ、2回目。だよね。忘れてるの？以前ありましたよ。だよね。なんかね、喋りながらちょっと思い出しました。ふざけるな！まあ、大体こんな感じだからね、わかるでしょ、サザンさんね。わかります。本当お久しぶりですね。お久しぶりです。またね、なんかね、サザンさんを、ね、思い出すとね、食欲旺盛なね、イメージばっかりがあるんですけども、また美味しいものをね、たくさん食べてらっしゃるんですかね。うん、食べましたよ。でもあれ、なかなか、こう、外には食べに行けないような状態でしたもんね、ついこの間までは。ああ、そうでしたね。でも食べに行ってるよね。行ってます。なかなかね、王子はね、行けないんですよね。またね、出てきたいと思ってもね、ネオンが光ってるとこ行きたいんですけどね、全然そういうとこはね、シャットアウトされてますんで。お引き取りください。なんか王子に質問とかございます？質問？質問といえば、例の写真。まだ持ってるんですよ、ね。どの写真？厄よけ、魔よけ？まあ、両方。あれは玄関先にね、この今のサザンさんがね、おっしゃられたね、写真っていうのは、若かりし頃のね、王子がですね、金髪にですね、セミヌードを披露してるっていうね。そうです、そうです。ね、そうだよね。素晴らしい、シークレット、フォトってやつですね。それはね、玄関先にね、飾っていただけるとね、本当にね、あれだよね、魔除けとかに良さそうでね、またね、妊婦さんもいいかもしれないですね。安産祈願でね、素晴らしい、お子さんが生まれるような気がするんだけど。あれ、安産祈願なるんですか？あれ、なりますよ。男性の方ですよ。男性の方、男性の方になんで安産祈願？今その写真の話からこう、どん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 こうね、話が膨らむじゃないですか。いつからサザさん女性なの？いや、写真のお話からですよ。なるほど、ちょいちょい、挟んでくるね。いや、ちょっとイラッとし早いね。まだオープニング始まって、まだあれですよ。時間まだ早いですよ。こういう調子でね、ダンサーズとかね、ミソニクルスキーが入ってくるみたいなんですね。あれ、最近は何が一番美味しかったんですか？やっぱりお肉ですよ。え、お肉？やっぱり焼肉？そうです。最近ですね、王子もですね、ちょっとこの、肉といってもね、もうしゃぶしゃぶ系なんですけども、豚しゃぶ、はい、豚の方がちょっとヘルシーかなっていうね、感じがしてね、ちょっと、牛だとね、くどくなるなっていう場合がありますので、はい、なんかそれってやっぱり年取ってるってことかな。だと思いますけど。肉がくどくなるって。それ聞くの？いや、みんなね。同意を求めてどうするの？いや、なんかさ、そういう感じでこう、ツイキャスを見られてる方は、もしかしたらね、今日はね、クリスマスでサンタクロースの衣装なんですけど、はい。ね、これ、還暦の赤いちゃんちゃんこじゃございませんからね。みんな見えてるかな？これ赤い恐怖見えてる。ツイキャスの人だけしか見えてない。ツイキャスの人。そう、見えますよ。今日はね、赤いね、これなんていうの？これは衣装はですね、もう全身真っ赤なんですけど、うん、これをイメージされて頭に帽子かぶってるんですね。はい。それをね、ちょっとこう、角度を変えてみるとね、還暦のおっさんっていう感じがするんだよね。還暦のおっさんですか。それをね、なんかその格好で今日はね、やってますけども。還暦って、僕あと4年で還暦ですよ。いや、まだ若いじゃないですか。いや、もう、そうですか。まだ全然若いですよ。お肉もバンバン食べれてね。はい。いや、本当にね、なかなかね、たくさん食べれなくなってきちゃって、その割にはね、体脂肪がね、全然減らないんですよね。それは僕も同じですよ。でも、サナさんってあれですよね。いい感じのなんていうの？スリムっていうよりか、こう、ミディアムっていうか、こう、いい感じの体型ですよね。いえ。スリムでもないし、もうデブです、デブデブ。そう？僕、そんな感じはね、応じなかったですよ。もうそれは昔の話で、今はもうデブデブですよ。っていうことはね、美味しいもの食べ過ぎなんだよね。
うん、確かに。違うね、痛風とかにはね、気をつけてくださいね。あ、ありがとうございます。ね、ダンサーズね。何にも言わないね。いやいや、ダンサーズ、だからちょいちょい挟んでくるんだけどね、今のフレーズにはね、入ってこなかったですね。いや、あんまり関わりたくないなと思って。この人もね、美味しいものとね、美味しいお酒をたくさんね、食べて飲んでやってますからね。はい。うん、でもね、それがね、健康な証拠ですね。まあ確かに、それは言えてますね。うん。ちょっとね、サヤさんにお聞きしたいんですけど、先ほど僕で私がね、はい、ちょっとね、お話したね、パンツって擦り切れてちょっと破れる時ないですか？どういう質問や？パンツ、うん、いや、パンツはないです。さすがにパンツは、靴下はありますけど、パンツはないですよ。え、パンツない？ないですよ。え？私結構ね、年に何回かあるんですよね。なんでそんなに今のね、サヤさん、いい表現ですね。靴下、が、よくこうね、擦り切れるっていうんですかね。薄くなって、生地が。で、破れるっていう、それと同じ現象が、パンツのお尻部分に来るんですよね。どういう座り方とか、どういう履き方してるんですか？いや、いたって普通ですけど。普通はそういうふうにはなりませんよ。ならない？ならないですよ。ね、自分で気づかないんだよね。本当にね、こう、真下にあるとね、履いた後にね、誰かが気づくっていうね、そういう寂しいことがね、うわ、ちょいちょいあるんですよ。それ嫌だ。いや、本当に。うん、これ、でもね、まあね、まあ、うちにいるだけのことですからね、外で見せるわけではございませんのでね。いや、うん、それ見せたら大変なことになります。パンツ買ってもらえないのかなって思われちゃうもんね。そうです。でもたまに本当にね、自分でも破れる前なんですけど、崩したと一緒。あれなんかこう、パンツの生地が薄いなっていう時がね、あるんですよね。え、本当にみんなない？ないです。え、本当？多分ツイキャスで見てる人も多分ないと思うんですけどね。みんなないかな？ね、これが本当にね、ちょうど昨日の話でタイムリーなんですよね。本当にね。R&K のパパさんがツイキャスで、はい、なぜにパンツの話に持っていく、はい、今夜のテーマはパンツって破けるなのかって。これはね、一番ね、このね、フレッシュなね、お話ですからね、王子にとっては。これがフレッシュですか。ザ・リ埼玉の坊さん、履く前に気づこうって。いや、履く前気づかないだって、本当に。それが分かればね、履かないですよ。てちさんは擦り切れる前にゴムが伸びるっていうことで。ゴムはセーフなんだよね。何がセーフなの？ゴムはね、擦り切れてない、擦り切れってかね、伸びてないんだよね。で、伸びずに、だから普通に履くじゃないですか。で、破れてる、縦に破れてる時とかね、本当に何ていうの、人差し指ぐらいのこの丸の穴が開いてたりとかね。本当にするんですよ。どういう穴なんですか？いや、それがわからないです。どうして、あんつばさんが、はい。で、電話応募しなくてよかったって言ってるけど。そう。こんなとってもいいね、トークできてるもんね。電話みんなしていただきたいですけどね。大勝からもしさん、王子、給料1年分カットって。それはまずい。でもね、給料じゃなくしてね、皆様からのね、温かいご支援でね、生きてますのでね。ご支援ですか。そうでございますよ。はい。ということでですね。もう、はい、もう一回、もうちょっと待ってくださいね。はい。落としましたので。はい。はい。ということでですね。はい。はい、お時間となりました。はい。はい。ありがとうございました。すいません、サザンさん。なんか、はい。前回よりもさらにひどいことになってまして、はい、大変巻き添えにして申し訳ありませんでした。いえ、こちらこそおしゃべりできて大変嬉しかったです。激しい散らかりで申し訳ございませんでした。いえ。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これに懲りず、また番組聞いてくださいね。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。ということで、CM でーす。はい。建設内装材の
のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 アキジャピヨーイ。整備士になりたい人、整備士学校に通う人、返金不要の奨学金、月額1万円を最大2年間支給。トリプルエイトが整備士奨学金を開始。まずはトリプルエイト名古屋でホームページをチェック。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。キユナ名古屋。はい、ということで、今日のね、まあ、滑りナイトの激励のメールが来ております。うん、あら、ありがたいわ。はい、葛飾のちいさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ついにまさかの滑りナイト開演。今日は暖房を強めに設定します。うん、あ、その方がいいですね。もしかしたら少し早いホワイトクリスマスが来るかもしれませんね。いや、だいぶホットな感じがしてるでしょ。トークの巻き込み事故でおなじみの卵さんなので、滑り電話は心が折れそうな気がしました。なので、外野からのヤジに参加します。そして、滑りトークにチャレンジする勇者たちの姿をしっかりと耳に刻みます。皆様、頑張ってください。では、今日も楽しい放送。電話してよ。はい。はい。そして次行きますよ。はい。はい、シュプリームさんからです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、王子ファンクラブ非公式会員番号1番、シュプリームです。いや、ラブラブチュッチュー。ついに来ましたね。大コーデに続くヤバい企画の滑りナイト。コンプラなしの FM ギノワンならではの企画ですね。楽しみすぎて8時間しか寝られないし、今夜は白米が2杯しか食べられないし、困ったものです。そんでもって、けたたましく J アラートが鳴るか、テレビで速報が出るのではないかと心配していますが、ブラックアイスバーンぐらいの滑りまくり、元気のない日本を笑いの渦で包んでください。ファイティン王子。ありがとうございます。今日もいいトークしてるでしょ。はい、ということでですね。はい、ということでですね、はい、ちょっと一つ読ませてください。はい、もう一ついきますよ、はい。はい。こんばんは、埼玉のゴーです。光栄なことに、今回、滑りナイトに参加させていただきました。メイドの土産になりますね。ということで。はい。あら。埼玉の郷さん。ですね。はい。じゃあ、お声がけどうぞ。どうぞ、こんばんは。
あ、こんばんは、おじ。はじめまして。いや、はじめまして。お待たせしました、はい。ありがとうございました。いや、とんでもないです。ありがとうございます。失礼します。あ、もう帰るの？もう帰るの？これ、サザンさんだときついっすね。いやいやいや、全然、あれですよ。もう今からね、素晴らしいトークをね、したいと思いますのでね。でまずね、ゴーさんにお尋ねしたいのは、こうやっぱりね、はい、こうラジオを通してですね、この王子はどんな感じにね、こう、なんてこう、想像されてますか？そうですね、まんまですね。まんままんまですね。まあ、このね、大体この番組がですね、最近よく言ってますけどね、クラシカルでね、アカデミックなね、番組でございますので、でクラシカル、まあ、要するに優雅ですね。おだまり。アカデミックで、こう、知的な感じ。おだまり。ね、それを趣旨にしてやってますので。ね、よくトークがね、滑ってるよと言われますけども、至って、これ、私、普通のナチュラルなトークでございますので、どこが何一つね、滑ってるなんてね、思ってないんですけどね。ふざけるなそうやって聞こえちゃう？もしかしたら。いやー、ツイキャス側に痛いですね、これ。本当にね、これ最近の話ですけどね、ツイキャスのね、字がね、王子全然見えないっていうね、なんかこう字が流れてるっていうね、でこれは近眼なのか老眼なのかわからないってね、こう二人に今ね、責められてるんですけどね。老眼でしょ、もう。どういうことって思う？老眼でしょ。老眼かな？はい。はい、お悔やみ申し上げます。早いよ。早いよ、それはね。そういうふうにね、ね、落とされてもね、どん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 這い上がってきますからね、私の場合はですね。這い上がるんだ。うん。そうじゃないとね、存在価値がないみたいなね。うん、そうでしょうね、ちょっとだけ顔出して、王子いますよっていう。本当に王子お邪魔しますみたいな感じですよ。もう腹筋痛いですね。腹筋が痛い。いや、これもまだまだナチュラルな話ですよ。これも全然ね、どうかな、まあ、喫茶店でちょっとね、コーヒー飲みながら話してるような感じですよね。もういたって普通の話。うん、それこそね、まあ、朝だったらね、郷さんにね、モーニングは何食べるみたいなね、そんな感じぐらいのレベルですよ。王子、あ、はいですよ。ラジオの本番ですよ。え？ちょっとファンから止めますね。これラジオ。ああ、そうですか。これラジオね。それぐらいね、ね、気分をね、こう、柔らかくしてね、おしゃべりしていただきたいなと思いましたね。うん。なんか、腹筋がこう、痛くなったってことは、やっぱり今、あれちょっとこう、腹筋しながらとか、ちょっとあれですか、こう、フィットネスやりながら聞いてるの？今日も冷えるわね。いや、何もこうね、何がどうか、今、王子に分からなくなっちゃってますよ、本当に。おだまり。だから、郷さん、すごいなと思って、もしかしたらこうフィットネスしながらとかさ、おだまり。それでこう、今、電話してるみたいな。おだまり。なかなかね。いや、いいですよね。そういうふうにね、楽しくね、笑っていただけるので、王子、感激でございますよ。もう、まだ僕、日が浅いんでね、急に言うのは。はい。まだ日が浅いんで。あとね、どんどん、なんか聞きたいなっていうことがあったらね、お尋ねください。あ、そうなんですね。うん。何を尋ねる？サダンさんの時はなんか結構欲しそうに、僕の時結構無茶ぶりですね。いや、ね、初めてのね、お話してからね、王子もテンションが上がっちゃってね。そうな、だからよく言うじゃないですかね。ね、血圧も上がっちゃうんだから、もう本当にもう。体温上がるわ、血圧上がるわ。やっぱ大変なんですから。こちらが上がるんですけど。え？こちらが血圧下がってくるんですけど。ラッティナチコさんが、はい、沖縄の気温も本当に下がってきてます。え？これはね、全国的に今ね、冷えてますもんね。ただもうこのね、この滑りライトをね、お気になってね、もうね、ホットな気分になっていただきたいもん。な、もしかしたら。タイミングよく寒波来ましたからね。あれ、みんななってない？本当に、そうですね。寒かったですね。全国的に寒くなって。うん、ね。でしょ？関東も、ね、ずいぶん。埼玉も寒かったですよね。そうですね。今日みぞれ
かあられですかね、降りましたね。あら。やっぱり。滑りナイト日和ですね。すごく寒かったですね。おかしいですね。そのね、あの、ネーミングはね、滑りナイトなんだけどね、やっぱり皆さん、こう、活力が湧いてきてさ、こう、暑くなっちゃうっていう風じゃないの一人を覗いたかもしれない、ね。タイミングがすごいなと思いましたね。あら、まあ、本当にね、こうやってね、お話できると、どんどんね、王子はね、このテンション本当に上がってくるんですよね。これでまだまだね、ゴーさんとね、20分、30分、あ、まあ、まだ1時間ぐらいね、お話できますけどね。うん、え？5分で終わりですよね。もう番組が終わる。早いですね。茶番ですね。あのね、これだけね、あの皆様をね、お待たせしてね、ね、喋らないといけないでしょ、本当に。で、もうトークしたくてしょうがないんだもん。おばあからもらったプライベートジェットさんツイキャスで、はい、横浜も初雪を観測しました。あら、寒い。さあ見て、一言じゃないか、ね、そう、オシナニアンチールさんからね、あの、うん、名古屋の朝が2度だったのは王子のせいだったのかって。その通りです。本当に寒かったですよね、今朝。そうだね。あの、今日はね、もう朝からね、あの、準備してますからね。はい。ということで、お時間となりました。早い。はい。埼玉の郷さん、最後に。はい。この男に何か言いたいことありますか？そうですね、あの、寒波どうにかしてもらえませんか？え、寒いの？いや、そうですね、寒い。寒波があってもですね、私をこうね、はい、思い出してですね、こうエネルギッシュにね、またちょっとね、はい、もういいね、はい、切りました。はい、ということでですね、ゴーさんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、はい、お時間となりました。はい。はい。本当にグダグダで終わっちゃったね。はい。はい、ということで、エンディングです。はい。はい。来週のテーマですね。来週のテーマは？フリー。来週のテーマはフリーですけれども、また、先々週からのメールも紹介したいと思います。この番組はウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村アートワークウェブサイト FMJG 沖縄のベニーモ丸焼元部長誠持ち店陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライ自動車整備士を目指す方、奨学金、返金不要、名古屋、トリプル8、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。泉佐野の特急サザンさん、埼玉の郷さん、ありがとうございました。これに懲りずに、また来週も引き続き、番組を聞いてください。皆様よろしくお願いします。あのね、今のテンションからね、滑りナイトのテンションから、はい、ということで、はい、時間がないです。それでは、閉店ガラガラ。